野菜クイズ。今回は5つのヒントから野菜を当ててね。1、原産地はアフリカ北東部、エチオピアが有力。2、熱帯から温帯で栽培されている。3、エジプトでは紀元前元年頃にはすでに栽培されていた歴史の古い野菜。4、日本に渡来したのは幕末頃で、一般に広く栽培されるようになったのは昭和30年代。5、和名をアメリカネリといい、他にオカレンコンの異名もある。答えはオクラです。オクラは英語からの借用語、外来語です。日本に入ってきたのは幕末から明治初期で、全国的に普及する昭和50年代以前から食べられていた地域ではネリという日本語で呼ばれていた。今ではオクラという英語名称以外では通じないことが多い。